野村萬斎さんは、表現型泉流の能楽師でもあり、俳優や演出家もこなし、幅広い活躍を見せていますよね。そんな野村萬斎さんの嫁子供情報が気になります。そこで今回は野村萬斎さんについて、黒丸嫁は元アナウンサーなのか、黒丸過去にテレビ出演した嫁画像が美人、黒丸嫁の学歴を調べてみたらすごいことに、などみんなの気になる情報を紹介していきます。コンテンツ、ヒデ、ワン野村萬斎の嫁野村智恵子はアナウンサー説。イ野村萬斎の嫁野村智恵子画像が美人。三野村萬斎の嫁野村智恵子の学歴がすごい。四野村萬斎と嫁野村智恵子の馴れ初め。五野村萬斎と嫁野村智恵子に子供は何人。六野村萬斎の家系図に泉元屋がいる。七野村萬斎の嫁智恵子はアナウンサー。美人画像と学歴がすごい噂を調査。まとめ、野村萬斎の嫁野村智恵子はアナウンサー説。野村萬斎さんには、野村智恵子さんという嫁がいます。噂によると、嫁の野村智恵子さんはアナウンサーだとか。が、調べてみると、アナウンサーをしているのは、嫁ではなく、野村萬斎さんの娘さんでした。野村萬斎さんの娘さんは、TBS アナウンサーの野村さや子さんです。どうやら、野村萬斎さんの嫁と、娘の情報が、取り違えて伝わったようです。野村萬斎の嫁野村智恵子は元 CA。野村萬斎さんの嫁、野村智恵子さんは、結婚前は、航空会社に就職して CA、キャビンアテンダントをしていました。航空会社は JAL だったとの情報がありますが、定かではありません。しかし、CA をしていたということは聡明な方んでしょうね。野村萬斎の嫁野村智恵子画像が美人。とても美人な方ですね。野村萬斎の嫁野村智恵子の年齢。嫁の智恵子さんは、野村萬斎さんより3歳年下とのこと。野村萬斎さんの生年月日は、1966年4月5日生まれの57歳なので、嫁の智恵子さんは54歳ですね。そして、期待していた通りに聡明な方というイメージです。野村萬斎の嫁野村智恵子の学歴がすごい。野村萬斎さんの嫁、野村智恵子さんの通った小学校は、野村萬斎さんと同じ筑波大学附属小学校でした。以後、高校まで野村萬斎さんと嫁は同じ学校に通っています。大学だけは違って、野村萬斎さんは東京芸術大学へ進学し、嫁の野村智恵子さんはそのまま筑波大学に進学しました。つまり、野村萬斎さんの嫁は、小学校から大学まで一貫して筑波学園だったんですね。エスカレーター式で進学したのだろうと憶測するかもしれませんが、こちらの学校は、小学校から中学校への内部進学者は3分の2程度、中学校から高校への内部進学には内部連絡入試によって 80% ほど、しか進学できない、かなりの難関校です。しかも、筑波大学は、横浜国立大学やお茶の水女子大学と並ぶ、難関国立大学に分類されています。筑波大学まで卒業した野村萬斎さんの嫁には、すごいという言葉がぴったりですね。野村萬斎と嫁野村智恵子の馴れ初め、高校時代の野村萬斎さん。引用 https://www.sanspo.com/article/2023822gozg5x34 野村萬斎さんと嫁、野村智恵子さんとの出会いは、小学校の時でした。同じ学校に通っているのですから出会いは必然ですね。美人で聡明な嫁は、学校ではアイドル的な存在でした。そんな嫁と交際がスタートしたのは、高校生の時です。学校のアイドルを野村萬斎さんが見逃すわけはないですね。その後、順調にお付き合いが続いて、結婚したのは野村萬斎さんが30歳の時。ざっと10年以上お付き合いの末の結婚でした。その間、すっと野村萬斎さんは、嫁を愛し続けていたんですね。長い純愛が実って、
二人は1996年3月に結婚しています。野村萬斎と嫁野村千恵子に子供は何人。幼馴染同士で結婚した野村萬斎さんと嫁との間には子供が3人います。長女は、先にご紹介したアナウンサーの野村さや子さんで、1997年9月25日生まれ、2024年で27歳です。第二子は長男の野村祐樹さんで、1999年10月9日生まれ、2024年で25歳です。長男の野村祐樹さんは、父親の野村萬斎さんの後を継いで狂言師の道を進んでいます。末っ子は次女の野村あやかりさんで、2006年に誕生しています。現在18歳ということは、まだ高校3年生ですね。純愛を貫いて3人の子供を設けた野村萬斎さんは、プライベートでも順風満帆ですね。野村萬斎の娘野村さや子のインスタ、野村萬斎さんの長女、さや子さんのインスタ、野村さや子が人気となっています。収録に着た衣装やプライベートで友達と映画に行った際の画像など、どれも可愛い野村さや子さんの画像をチェックすることができます。野村萬斎の次女の学校、現在高校生の次女が通っている学校は、白百合学園高等学校です。長女の野村さや子さんもこちらの学校を卒業しています。野村萬斎の家系図に泉元屋がいる。引用 http://j.wikipedia.org/wiki%e5%92%8c%b3%b3%8%b5%81 野村萬斎さんの家系図を見ると泉元屋さんの名前が出てきます。野村萬斎さんと泉元屋さんは親戚だったんですね、の。野村萬斎の兄弟、ちなみに、野村萬斎さんの兄弟構成は、姉が二人と妹が一人いる四人兄弟です。姉たちと妹は一般人のため情報はほとんどありません。唯一、姉の一人が電通に勤めているとの噂があります。合わせて読みたい、松本潤の姉の結婚式と子供情報、実家が金持ちとハーフ説の真相は、野村萬斎の嫁千恵子はアナウンサー、美人画像と学歴がすごい噂を調査、まとめ、今回は、野村萬斎さんの嫁情報を紹介しました。今後も、野村萬斎さんの活躍から目が離せません。何か、新しい情報が分かりましたら、またお知らせしていきます。